い、皆様こんにちは、リヒト・ドゥンケルハイトでございます。仮面ライダークライマックスヒーローズ実況プレイディケイドモード続きをやっていきたいと思います。前回ここまでやりましたんで、この次行きましょう。ファイナルフォームライドで倒せ。あ、なんか久々に聞きますね、このミッション。ちょっと待ってね、ファイナルフォームライドはこんな感じか。響き使えてないですね。まあこれでなんとかいけるでしょう、多分。行きたい。はい、願望になっている。まあいいでしょ。で、相手はファイズか。とはいえ、まあファイズ相手だからって兜を使うわけにもあまりいかないのですが、まあ使ってみましょうか。じゃあこれで行ってみましょう。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。なんだよ、やる気か。よっ、あ、え、おお、いつもならすぐに攻撃してくるのになぜか下がったよ。あ、なんか間違えた、間違えたよ。ジャンプなんてするつもりはなかった。ケイ、まあとりあえずファイナルフォームライドで倒せってことなんで、減らして減らしていきましょうか。お、え、間違えたよ。あ、間違えたよ。間違えたよ。しかもなんだよ今の。ていうか響きのファイナルフォームライドはどうもカウンター技みたいですね。あれなんか待ってる状態にしておけば、え、あのなんか丸いのが出てる状態に相手に攻撃されたらなんか反撃するみたいな、そんな感じみたいですね。私あんまそういうの使わないんでね。だから使い方も全然覚えてなかったんですね。はい、もういつもアギトとかファイズに頼りっきりなんで、なんかめちゃめちゃ噛んだな今。あ、うち殴れた。で、あ、溜まってる相手、ほとんど溜まってる。よし、今のうちに。バカだな、あれ外すとバカだな。よし、あー、方向転換しないでくれ。うん、来た。よし、避けろ、なんとか避けろ、避けろ、いける、おっしゃ、このまま無傷で済むか。アクセルフォーム内で無傷で済むことができるか。できなかった、惜しかった。今結構頑張ったな私。ファイズブラスターを当てて、そしてアギトで突っ込む、これがいいですけど、またあ、そうか、ファイズブラスターを当てたからだよ。あー、時間かかってんな。避けれた。今ちょっと避けれないと思ったけど、なんとか、あー危ない。よし、じゃあアギトで突っ込んで終わらせますか。でも響きをなんとかしたいんだが、おっ、あ、いった。こんな感じで攻撃されそうな瞬間に押して反撃っていうタイプみたいですね。はい、使いづらいですね。まあミッションはクリアしたんでいいとしましょう。はい、あ、ロッドフォームのカードですね。スチール写真は、あ、これ前にも見たな、つい最近見たな。はい、はい、次行きましょう。ファイナルじゃない、フォームチェンジを変え、龍河を倒せ。これあれだな、龍騎のイベントだな。龍河か、初めてお会いすることになりますね。フォームチェンジをどうしようかな。じゃあファイズにあったんでファイズにしましょうか。そういうやり方にしていきましょうか今度から。んで、まあ響きのファイナルフォームライダーつけときましょうか。まあいいや、これでいきましょう。ライダー同士の戦い、それは神崎史郎によって仕組まれたものであった。ライダーバトルの本当の意味、その真実を知った木戸真嗣は、全ての原因で幼い頃の自分にあったという事実から罪の意識に苛まれてしまう。ミラーワールドのライダーである、現実世界での肉体を欲していた仮面ライダー龍が、シンジの心の動揺につけてその肉体を奪い取ってしまう。果たしてシンジはこのまま元に戻れなくなってしまうのか。この体は俺のものだ。悪いが、そいつの体は返してもらう。はい、龍騎の黒い版って感じですね。声が結構かっこよかったなぁ。おお、避けたい、避けたい。
あ、当たったわ。くそ、今ちょっとタイミングを読んで避けられるかと思いきや、やめといた方が良かったですね。よいしょ、あ、バカだよいしょ。こいつはフォームチェンジするのでしょうか。よいしょ。ファイズブラスターを当てたいけど当たらない。今なら当たりそう。おお、当たりましたね、よかった。龍がよく知らないんですよね。まあ龍騎を見てないからですけど、確かにドラゴンナイトでオニキスとかいう名前ではなかったですか。まあ、ドラゴンナイトもこのオニキスが出るまでは見てないんで、あれ、ライダーキックというかディメンションキックをしたかった。あ、避けられた、綺麗に避けられた。チェンジをしてみる。そっか、オートバッシンが来るんですね。オートバッシンを来させつつ、お、使いますね。ディケイドファイズもこれ使いますね。よし、オートバッシンを呼びつつ、これを使って攻撃。ホームチェンジしないんですね、リュウガは。まあ、リュウガがホームチェンジみたいなもんでしょうか。よし、ガンガン行きましょう。で、響きのファイナルフォームライドを使いたいので、攻撃をしてこい。あ、ダメだ。遠距離攻撃はダメですよ。これどうだ。よし、こんな感じですね。はい、攻撃を読んで、当てに行くみたいな。もういい。鏡の世界に帰るんだな。ディケイドとの戦いで自我を取り戻したキドシンジは龍河との分離に成功する。自らの意志を取り戻し龍騎へと変身するシンジ。ディケイドの前で激しい戦いを繰り広げる龍河と龍騎。互いのファイナルベントが激突する中、ディケイドの持つ龍騎のカードに光が灯っていた。はい、龍河はカタカナなんですね。龍騎は漢字なのに。お、ナイトのカードですね。龍騎と関係のある、お、あ、出ました、ファイナルフォームライド。龍騎は龍騎ドラグレッターですね。あの龍騎が呼ぶあれと全く一緒です。はいはい、じゃあ自動的にこういう風につくんで、このまま行きましょう。さて次のミッションは、よっと、あ、またファイナルフォームライドで倒せですね。龍騎ドラグレッターを見せまくれってことですね。やっていきましょう。取ってみるか、すべての世界を。てめえに前振りはねえ。よっと、あ、フォームチェンジ変えるの忘れましたね。ふふ、まあいいや。おー、やばい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 、あ、そうだ、ドラグレッター、はい、こんな感じです。あ、よ、お、当たってないよ。こらこらこら、はい、こんな感じです。まあほとんど、いやー、リュウちゃんが来たよー。なんでリュウちゃんが来るんですか。私思うんですけど、ウラちゃんほとんど出てないような気がするんですが。ロッドフォームを倒せっていうあれ以来お見かけしていないような気がするんですが、どうですか。なんかリュウちゃんとたまにあのキンちゃんが出る感じで。おーし、あ、これ本当はあの炎と同時にやりたい。本編のように炎と同時にディメンションキックを当て、あ、すかした。難しい、しょうがないけど難しい。今度こそ、あ、ダメだ、ディメンションキックが当たらないから難しいですね。よし、これどうだ。うん、今もう微妙でしたね。もうちょいかな。おいしょの、ちょっとアギトを当てて離れます。そして溜めて、あ、近づかない、これ、あ、早かった、クソ早かった、クソ早かったな。あ、もうガンフォームになりそうですね。なる前に倒したい。ダメだ、当たらない。こういう場合は、あ、人来い。よし、はい、まあ龍騎ドラグレッターは別に珍しくもなんともないですね。龍騎が呼んでたのとほとんど一緒ですし、はい。さて次のミッションで切りがいい感じですかね。はい、多分まだ右行けますんで行きましょう。
ディケイドアギトで3フォームを倒せ。3フォーム？電王の3フォーム？あ、これダメだ。時間が足りない。じゃ、ちょっと早めですけど、ここら辺で切らせていただきます。次回、ここからやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。